じゃないですか。もう外観がもうラーメン出しそうな雰囲気する。なんかあそこに見えますね、木の集合住宅みたいな。結構ね、海海面と近いんですよね、まあ、この地域特有なんですけど、満潮と干潮の時ね、とあんまその差がないらしいですね。あ、ここまで。あ、めちゃくちゃ綺麗だった。これ海だ。海ですね。めっちゃ朝の12時で。今何やってるんですか。今はインスタグラムのデータ入力をしてます。レアですね、なんかやってるか裏側が。そう、あれはもうそういう歴史的な観光スポットとしてやった。もともとああいう、まあ、あのこの辺の小屋が必要だったので、しかしはあの木の船なので、あれはそういうものを欲しかった。ロシア兵の墓があったりして。この辺にあるんですか。日露戦争の時の、まあ、ロシア亡くなったロシア兵の大きな島民が、まあ、敵ではあるけどかわいそうだったので何か所かどうなって、そういうお墓があって、なんで住めるんですか今は、ね、ちなみになんですけど、まあ、最後こうとっていうか、その最後という地名あるじゃないですか、ね、うん、それはやっぱりなんか有名な西郷隆盛という意味があるんですけど、ないですよね。あまり西郷隆盛とは関係ないと思いますけど、大きい出身で西郷隆盛と関係する人がいる。あ、そうですか。明治時代、当時の明治天皇とか神戸天皇を教えてるんですよ。その門下生に西郷隆盛の弟がいる。まあ、その時に西郷隆盛に命を救われた。なるほど、そういう関係でもしかしたら、いや、地名とは関係ないですそういうストーリーがあるってことですよね。2日目、残念ながら雨です。雨でもできることあればいいんですけど、サザエとどんがどん、僕はサザエとどんがどんで、サザエ丼とメカブの味噌汁、メカブ汁。あ、僕もサザエ丼でお願いします。メカブ汁。
すごい匂いがします。でも、ね、美味しかったです。あんまし、ね、食べる機会っていうかなかなかないんですけども、本当に違和感なくいただきました。別にそんなにね、めちゃくちゃ磯の特有なね香りも全然なく、非常に食べやすい漁師の店。これから廃道に行きます。最初目線入らなかったですね。うわぁ、これはすごいですね。中山泰道すごいですね、このもう、ね、開いてますね。僕が今までトンネルいろいろ見てきた中ではかなり古いやつですね。このコンクリートの部分、もうすごいですね、これ。江戸時代かなんかのトンネルですか？江戸時代には多分なんとなくあったんじゃないですかね。そこからまた補強してっていう感じで、夜怖いですね。夜はちょっとやばいと思います、うんうんうん、でも多分1970年代ぐらいまでは多分通っとったかもしれないですね、この感じは。
くるんだけど、あの山道の旧林道じゃないですか。ちょっと待ってください。ここ、あ、これか。これですね。ありました。うわっやばっ、めっちゃやべえっす、これこれめっちゃやべえっす。古っ。これはものすごいな、この大木が。ただもともとはここにこのままずっとまっすぐだったんだろうね、このでも多分これが避難的な感じの道ですよね。途中やめようと思ったんですけども、もう本当に簡易的な感じですね。これ戦時中とか、まあそういう昭和とか明治期かな、なんか痕跡とかね残ってれば、痕跡っていうかその年号とかねあればいいんですけど、そういう感じでもなく、なんかあったんかな、この人工的な、なんかこのね、なんか札みたいなのを置いとったんかもしれないですね。大層すごいですね。改装中って書いてますよ。改装中。あ、カレンダーご自由にお取りくださいって言います。そんな大層が沖ノ島に。なんで飲むの。ああ、沖ノ島運動公園。
あ、なんかありますね。あ、あります、あります。これなんか。おお。ロシア軍の、ロシア軍のね、墓があります。まあ、日露戦争の時に、やはりそのロシアの関係の兵隊がやはりここに流れ着いたという話があって、当時敵国だったんですけども、ここの村の人は、ちゃんと埋めたということです。1905年ですね。ちょっと、だけど、この辺にも中入ってます。行きます。ないですよね。よく油っこいなと自分でさっぱりした感じ。ねえ、いや、そうですよね。さっぱり系ですね。なんか豚肉の焦げ加減というかね、ちょうど。あ、キャベツが入ったっすね。なるほど。これつまみで。いただきます。ソース絡み。うん、うん。チリソースみたいな、天津飯の甘辛ソースみたいな感じで。サザエが入ってますね。あ、ほんまだ。一匹丸々入ってるんですよ。あ、そうなんですか。うん。あ、うま。どんな感じですか。ちょっと、サザエの味は、あれですけど、味付けがめっちゃ美味しい。地元の人が来るような、集まるような居酒屋みたいな感じです。やばいっす、本当に。逆に魚とかね、肉とかがある中で中華で勝負っていうのがいいっす。いや、もう子のためにこの島来ても全然いいぐらい。そうっす。
沖ノ島2日目、まあ、朝9時ぐらいから雨が降り出して、まあ、ほぼ止むこともなく、まあ、一瞬止んだんですけど、まあ、こんな状態ですね。残念な雨ですけど、まあ、雨なりの遊び方もできたかなと思います。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。